それじゃあ私帰りますね。ええ、今度からはあの得体の知れない連中が相手だから、少し大変かもしれないけど力を合わせて頑張りましょう。はい。あと引っ越し先が決まったらみんなにまた伝えますね。約束だぞ。うん、分かってるよ。ねえ玉木さん。はい。あなたのご両親がよかったらの話なんだけど。何ですか？あなたもうちに住まない？その方がこれから何かとやりやすいと思って。部屋なら十分あるから。私もいいんですか？一緒に住めたら早くハンバーグが食べられるな。それはあなたの都合でしょ。あなたのご両親も近いうちに飛び立つでしょうし、悪い話じゃないと思うんだけど。そうですね、学校も同じだしいいかも。それに八千代さん、この間お母さん説得してたし。そういえばそうだったわね。あの、本当にご迷惑でなければ。仲間でしょ。あれ、助手じゃ。ほら、あと10秒で締め切るわよ。10、9、8。あのお願いします。ええ、もちろんよ。はいはい、八千代師匠。ん？私の部屋は？ないわよ。あなたは通える距離じゃない。わがまま言わないの。それじゃあ早速行きましょうか。はい。え？あなたの家によ、玉木さん。私から相談するんだから、こちらから出向くのが筋でしょ。きっと大丈夫、私が行きます。諦めなくてよかった。はあ、よかった。八千代さんの家に下宿させてもらうの、お父さんもお母さんも許してくれてよかったです。むしろ頭を下げられてしまったわね。お母さんが八千代さんのことを知ってたのが大きかったです。そんな頻繁にモデルの仕事をしてるわけじゃないんだけど、偶然上浜のフリーペーパーをご覧になっていたなんてね。
なんかこうなるのもちょっとした運命みたいです。恥ずかしいセリフだわ。そうですか。それにしても本当に不自然に半分だけ何もないのね。あ、はい。この部屋の半分はウイのスペースだったので、本当はあの子のベッドや勉強机が並んで置かれていたんです。だけど妹さんは消えてしまっている。本当に半分すっぽりと失われたみたいに。どうしてウイの記憶がみんなから消えちゃったのか、どうしてウイのものも全部消えちゃったのか、今は何もわかりません。あの子がどこかにいてもこれは簡単には説明できません。そうね。もしも何かに巻き込まれていてもただの失踪じゃなさそうね。はい。戻ってくるといいわね、ウイちゃん。はい、必ず見つけてみせます、八千代さんと一緒に。ええ、私は美冬を連れ戻さないと。それじゃあ八千代さん。ん？改めてこれからもよろしくお願いします。私こそよろしく、玉木さん。うい、お姉ちゃんね、上浜市に引っ越すことになったよ。本当はういと一緒に転校して一緒に通うはずだった学校に私一人で通ってくる。寂しいけどその分ね、たくさん友達を作るから。ういが戻ってきた時、ういに紹介できるような友達を、ういと楽しく過ごせるように。まだわからない、決まったわけじゃない。だけどもしもういがマギウスの翼なら、お姉ちゃんがあなたを説得するから。